どうもしゅんです。こんにちは。今回はニュースピックスの新入社員さんの一日密着をさせていただきます。今から出社されるということで密着させていただけたらなと思います。行ってきます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はちょっと密着させていただきます。ニュースピックスの山本と申します。よろしくお願いします。お願いします。朝早いですね。朝早いですねじゃあオフィスに向かいます。はい。いつもこんな感じで朝早いんですか？そうですね、8時半ぐらいには会社行ってっていう感じです。出勤時間がフレックスなので何時に働いても大丈夫です。めちゃくちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。朝の時間は普段何されてるんですか？メールのチェックとか情報収集とか今日やることをまとめたりとかしています。ここが今ラウンジで、まあ、どなたでもご利用できるような場所になってます。向こうはユーダーのスピーダーとかフォーカスとかのオフィスで、サース系の事業ですね。そうですね、うんうん、こっちからニュースピックスのオフィスになります。こんな感じです。あ、広いですね。広告部署なんですけど、雑誌を作ったりとか、うん、山本さんは広告部署なんですね。はい、広告部署にいます。ここがあの入社式とかあった飾りですね。毎月1日と16日には入社式を行ってます。毎月入社式あるんですか？月に2回とか、それぐらいめちゃめちゃ人が入ってくる入社式とはっていう感じですね、それ、うん、今何してたんですか？今チームのチャンネルにスラックで連絡をしてました。山本さんのチームはどういうチームなんですか？ニュースピックスの中の広告部署の中で営業担当してるんですけど、新規のお客さん向けに対して広告の説明だとかをしています。ニュースピックスに入社しようと思ったきっかけは何ですか？ニュースピックスが一番好きだから。どういうところが好きなんですか？まあ、世の中に対して価値のある情報発信をしてるなって思ってて、人に対してきっかけだとか何か与えられるような人になりたいなって思ったところから、一番人にエンパワーさせるようなコンテンツに携われたらなと思ってニュースピックスを選びました。2年ぐらいインターンされてたんですよね。はい。じゃあ入社前後のギャップとかないですね。ほとんど全くないですね。全くないですね。だずっと働いててもそのままの延長っていう感じですもんね。そうですね。ちなみにこの後どういう感じで過ごされるんですか？9時から新規事業の打ち合わせが午前中ずっとあるので、それに向けて今準備をしています。この後の予定、9時から1時まで4時間あるって書いてあるんですけど、はい、なんでそんな長いんですか？会社から週 20% 既存の事業とは別に時間を使っていいって言われていて、その中で新規事業の立ち上げっていうところを今やっています。どういう新規事業なんですか？大学生に向けて長期インターンのサービスってところを今立ち上げています。へえ、旬ダイエーとめっちゃ相性いいじゃないですか。あ、ぜひなんかコラボしたらなって思います。おはようございます。あ、おはよう。おはようございます。普段山本さんってどういう後輩ですか？ことに向き合うみたいなのはずっと言ってて、会社の業績売上を出すことが大事なのだっていう、その事業っていうことに対して最優先に愚直に向き合う。まあシンプルにめっちゃいいことやなっていうふうに思うし。どうですか？聞いて。インターン時代とことに向き合い続けたんですよね、うん、それがやっぱ今でも習慣になってるし、うんうん、いただいたお仕事に対して 100% で返すとか 80% で返すとか絶対しないようにしてて、 105%、110% ってきちんと返すっていうことを自分の中でも一番お仕事してる中で大切にしてるところですね。山本さんは土日とか休みの日とか何されてるんですか？何もしないですね。ダラダラしてますね。ダラ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 って例えば本読んだり、うん、映画見たり
友達と遊びに行ったりみたいな、うん、超普通なことをしてます。感覚的にはずっと働いてるみたいな感じなんですか？あ、そうですね。なんか休んでるけど脳内ではこういう事業が面白そうとか、こういう働き方もあるんだとか、インプットの時間でもあるなって思ってます。楽しくずっと働いてるってことですよね。いやいや、働いてるわけじゃなくて、ただただ全力で楽しく働くだけを365日続けるっていうだけです。最高だ。だからもう働くっていう感覚じゃないんでしょうね。もう、うん、呼吸ですね。あ、そうです、呼吸、ただの呼吸です。うん。ちなみにここは何のスペースですか？靴脱いで仕事できるゾーンになって、うん、働き方も自由な会社なので、お子さん連れて仕事の合間とかにおもちゃのコーナーみたいにして子供同士がこう遊べるようなスペースとして使ってる時とかもあります。2年前からインターンされてるということで、ホープっていう学生向けのサービスなんですか？これは。そうですね、新しい事業として冊子とスマホのニュースピックスアプリの中でも学生だけの空間を作ったっていうのを2019年やってました。こういうのをお二人で作られたっていうことですよね。最近出たジョブピックスっていう本も就活生とかはちょっと参考になるかもしれないですね。そうですね、いろんな職種の変遷、どういうふうにキャリアチェンジをしていくのかみたいなところとかが、はい、誰もが誰かのロールモデルになるっていうテーマで。それじゃあ今からランチに行ってきます。インターン生の方も、はい、よろしくお願いします。私よりしっかりしているインターン生、はい、よく2人でランチを食べるんですか？最近出社がないので。あ、確かに。3回目。ここです。じゃあいただきます。記事の企画会議。そうです、記事の企画会議で。めっちゃ楽しいっすね、ニュースフィックス。めっちゃ楽しいです。しかもあのいろんなクライアントの話が聞けるのはやっぱり楽しいです。お疲れ様です。テレビじゃなくてタクシーでしたっけ？マスマーティも控えてるみたいに言ってましたね。企画会議が終わりました。 お疲れ様です。どうでした？今後のスケジュールとか編集者の仕様っていうところ、うん、この時間で整理しながら今日は終わったって。おお。この後何されるんですか？この後はクライアントと打ち合わせがあります。どんな打ち合わせなんですか？3月に掲載したクライアントさんのレポート報告っていうものがありまして、はい、ビッグ数だとかコメントにこういうコメントがあったとかっていうところを報告していきます。あと1分で始まります。およろしくお願いします。よろしくお願いいたします。冊子のところでいろいろとお答えをいただきありがとうございました。無事にあの掲載だとか納品ってところが終わりましたので、改めてあの通知のところだとかコメント欄ってところとかをご説明できたらなと思っております。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？初めて一人でレポーティングという打ち合わせをしました。長いことあのやらせてもらっているクライアントさんだったので、すごい落ち着いてできたし、満足していただいたのが何より。この後休憩できるんですか？4時半まで空いているので、ちょっとメールを返したりとか、打ち合わせしたクライアントに画面共有した資料とかをメールで送付したりだとかっていう感じですね。休憩じゃないですね。引き続き頑張ってください。すごいじゃん。今から社内の打ち合わせをしていきます。インターンの南ちゃんが主体でやれるプロジェクトを社内で作りましたので、それの共有だとか相談というところを今先輩の社員にお伝えしながら進めていこうかなと思っています。南ちゃん頑張ってください。あ、これでよくない？お疲れ様です。またよろしくお願いします。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしたか？ネクストアクションの相談できたのでよかったです。この後何されるんですか？19時ぐらいのあのアップデートのリハーサルがあるので、ちょっとそこにお邪魔したいなと思います。
アップデートの収録のリハーサルを中です。ちゃんとこんなにリハーサルしてるんだと思いました。スタッフの皆さん生なんで、うん、絶対失敗できないんだと思う。なるほど。今日100回記念ということで下の概要欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。ぜひご覧ください。打ち合わせの場所です。なるほど。最初に登壇者でここに集まって、今日のテーマとか企画内で言うところをご説明して書いてもらう場所です、うんうんうん。お疲れ様です。今日の一日の大体の予定は終わったっていう感じですかね。そうですね。感想いただいてもいいですか。終始緊張してました。緊張してました。全然そうは見えなかったけど、皆さんにぜひなんか働いてる姿とか、こんな風に1年目でも働いてるよみたいなところとかぜひ知ってもらえたら嬉しいです。また3年目ぐらいの時によかったらお願いします。そうですね、ぜひ、はい、取材してください。ありがとうございます。今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。お先に失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。